皆さんこんにちは。桜塚やっくんをご存知でしょうか。日本の男性お笑いタレント、声優、俳優、歌手などをしていました。神奈川県横浜市鶴見区出身で、以前はジャニーズ事務所に所属しており、本名の斉藤康夫で活動していました。そんなやっくんが2013年10月に中国自動車道にて事故死しました。桜塚やっくんの事故内容、現場を紹介しながら事故の真相についてもまとめていきます。1976年に桜塚やっくんが生まれました。2007年頃からスケバン京子などのギャグで知られた。ピン芸人としてテレビにも出演します。ただ2011年に泥酔した女子大生に対する準強姦容疑で書類送検されてしまいます。桜塚やっくんは関する一連の報道をブログにて誤報と否定し潔白を訴えていましたが、これを機に仕事が激減したそうです。仕事激減後はバンド活動などをメインに、美女メンズなどの音楽活動を行い、将来的には政治家転身も視野に入れていたと言われていました。2013年10月5日午後5時頃早朝に東京を出発し、ミニライブを行う熊本県荒尾市に車で向かっていました。桜塚やっくんの運転する車が中央分離帯に衝突。その後事故対応などをしようとした桜塚やっくんとマネージャー砂森高太郎さんがそれぞれ後続車にはねられ亡くなりました。死因は心臓破裂でした。その後同乗していた美女メンズのバンドメンバーが事故経緯の詳細を説明しています。まず桜塚やっくんが中央分離帯に衝突した際の運転ミスを否定しています。事故の状況を明らかにしたメンバーのトールちゃん、いおり殿、キサラギなつき、当日は雨と霧で状況が悪かったと振り返り、雨のスリップでブレーキが効かなくなっていた、仕方なくやっくんが中央分離帯に車をぶつけて止めたと明かし、一部で報道されているやっくんの運転ミスについては否定しています。また桜塚さんとマネジャーの砂森高太郎さんはワゴン車から降り後続車にはねられたと報道されていましたが、メンバーによると砂森さんは車外に出る前にトラックがぶつかってきたとのことでした。メンバーのいおり殿はワゴン車を降り後続車の減速を促すため後方へ向かったそうです。途中3台の車が止まり、5、6人が現場の事態収拾を手伝ってくれていました。発煙筒も焚いてくれたのですが、霧のため役に立たなかったみたいです。いおり殿は携帯電話を持っておらず、走って向かってきたやっくんに大声で警察と救急車を呼ぶ連絡を頼みました。おそらくその間ですね、桜塚さんは警察に電話しようとワゴン車に戻る途中後続車にはねられたと想像されます。はねられたやっくんは10メートルほど飛ばされ、ワンボックスカーの運転席ドアに衝突した後中央分離帯に激突しました。このステーションワゴンもコントロールを失っていたとみられます。メンバーによると車の前に倒れていたやっくんを起こそうとしましたが、目を開けたままもう意識はありませんでした。事故現場は山口県にある峰インターチェンジと峰西 IC 間伊佐パーキングエリアを2キロほど過ぎたところです。丘を登り切った地点で訪れる半径360メートル、下り勾配 5% の右カーブ、地元でも魔のカーブと言われるほど事故が多発しているところで、中央分離帯には無数の証拠が残っているそうです。さらにその日現場は雨が降っていて、さらに発煙筒が役立たないぐらいの霧に覆われていました。桜塚やっくんの死亡事故は大きな衝撃をもってメディアで報じられ、現場の様子も詳しく伝えられています。事故を起こした桜塚やっくんの乗っていた車や現場などが様々な角度からメディア報道されましたが、実はその中に心霊写真が混じっているとネットで話題になりました。桜塚やっくんの事故死には多くの報道陣が押しかけたため、事故現場の様子がたくさん残されています。ここは事故が多い場所ですので、やっくんに関わらずいろいろと映ってしまいそうだとも言われています。ただ心霊写真自体は合成や物がたまたま顔っぽく見えたりしているだけのことも多いとされます。桜塚やっくんの事故についてまとめましたが、一部ではもっと深い事情があるのではないかとささやかれているようです。それは2013年1月に起きた資産家夫婦の殺害事件に関連しています。スイス在住の資産家下見誠さん夫妻を殺害したとして5
強盗殺人や死体遺棄などの罪に問われた知人の元会社役員渡辺剛被告の控訴審判決公判が16日東京高裁で開かれました。被告側は殺害していないと主張していましたが、藤井敏明裁判長は犯人は渡辺被告で極めて計画性の高い強盗殺人事件だと認定、一審判決を支持し被告側の控訴を棄却しました。痛ましい悲劇ですが、これは被害者側にお金にまつわる黒い噂を言われることがあり、一筋縄ではいかない闇深い面が指摘されています。ではなぜこの資産家夫妻殺人事件と関連して桜塚やっくんの事故死が言われるかというと、まずやっくんはこの資産家夫妻と面識があったとされます。ただその一度きりとされる接点が悲劇を呼んだというのです。記者によると、事件の被害者犯人だった男それぞれが大金を隠しているという噂があるんです。被害者はマネーロンダリング資金で数億円、加害者の方も数千万円もの金を隠しているというものです。加害者の方はなぜそんな額を持っているかが謎なんですが、とにかくシャバにかなりの額の金を隠したと言われているとのこと。しかもこのの噂が出たのはなんと刑務所だったのです。実は加害者が収監されたのは東京の湾岸署だったんです。そこには関東連合の石本太一君や新宿の大物ヤクザアウトローたちがいたんですが、そこで加害者がポロッと隠し金の話をしてしまったそうなんです。それをどうやってかはわからないが、この情報が外のアウトロー連中に一気に流れたんですよ。それからこの金を血眼になって探している連中がいるんです。そこで大物ヤクザが目をつけたのがやっくんというわけです。実際やっくんはこの事件被害者の夫妻とは個人的なつながりはなかったと語っています。そんな彼が隠し金のありかなど知っているはずないのです。しかし名前が上がってしまったために、あいつなんか知ってるんじゃないかと言っているヤクザもいたそうですし、彼の周りではヤバい連中がうろうろしだしていたそうです。本人は何ら関係ないのに資産家殺人事件に巻き込まれていた可能性もあるでしょう。仮にそうであったとしても、現在の情報からそれを裏付ける証拠はありません。状況的にも不運な事故死であったと考える方が自然でしょう。桜塚やっくんが亡くなり早数年が経ちます。現在でも彼のブログには日々コメントが書き込まれ、現在で約9万件近く寄せられています。これは2008年に亡くなった飯島愛さんのブログの7万件をすでに超えている数値になります。飯島愛さんもそうだったと言いますが、確認すると桜塚やっくんのブログコメント欄もファン同士の交流の場になっている側面があるようですね。飯島愛さんのブログはご両親が長らく管理されていたと言いますので、桜塚やっくんの場合にも誰かがファンのため残してくれているのかもしれません。さらに2020年に放送されたエンタの神様では最強ネタスペシャルの一つとしてスケバン京子のネタが放送された後、今は天国にいるやっくん、私たちはあなたのことを永遠に忘れないでしょうというテロップがナレーションとともに流れ、やっくんを忍ぶ声がインターネット上に上がりました。ご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。